はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッチでございます。5時半を回りました。7月の1日の金曜日でございまして、千代田区32度。あのね、夕方になってからね、日照がね、曇ったんですよ。だからギンギラっていう感じでなくなって、ちょっとマシになっただけにしますね。この部屋の温度も今27度ぐらいでして、今まで冷房入れてたんですけど止めました。ちょっとだけ過ごしやすくなったかなと。昼間のあのギンギン、あのね、ベランダで水も空くんですけどね、5分持たないですね。5分ぐらいだとシュッと見て、ああ、まかまあ、もう一回まかおうみたいな、いやーっと、ジョロでも空くんですけども、もう焼け石に水とはこのことですね、ほんまにね。あっという間に蒸発してしまうんです。いやー、甘いけど。ですね、その後のドルゴンでも見てみましょうか。ああ、頑張ってますね。1297.3 というところですね。もう何としても1300は生かさへんでっていうのがですね見えてますけど、まあ、そこまでやってどうするのっていう感じですけどね。ドル円はやや戻しまして、もうちょっと円安に振れ戻しまして 135.356 ということでございます。なのにね、ドルウォンが頑張ってるとね、やっぱり頑張ってるということですね。米国債利回り 2.99 ですね。若干上がってきましたか。原油 105.56、まあ、この辺はね、今晩からが本番でございますからね。ヨーロッパはまだ始まってないんかな。英国始まったんですか。プラス 2.47 って、まあ、これ落ち着いた動きですね。さて、昨日終わったんですかね、あの NATO の、30カ国の会合、30カ国かな、うん、会合で、今度はフィンランドとスウェーデンも入ることになりましたね。で、日本や韓国やその他ですね、はオブザーバーとして呼ばれたということで、で、まあ、会合がありました。その時に日本の岸田総理とですね、お隣さんのユン・ソンニョルさんが立ち話で4回接触した。別に何回接触してもええんけど、それについてですね、お隣さんのメディアでですね、たくさん記事が出てます。で、まあ、まあ、パッ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 と読むんですけど、本当に感じるのはね、まず一つはね、この日本とお隣さんの間にこう大きな問題がいくつも横たわってるんですけども、そのトップが変わったこと、お互いトップは変わりましたね。この1年ぐらいで、日本は岸田に変わって、去年の9月に変わりましたね。向こうはこの5月にですね、ユンさんに変わりました。トップが変わったことで解決できるんちゃうかっていうふうに考えてあることですね。これがもう不思議な、本当に、まあ、確かにね、ムンジェインさんみたいなね、あんな変なおっさんがトップであって、あのおっさんがみんな作った問題ですからね、は解決しづらいから、ユンさんに代わってちょっとマシかいなという気はしますけども、まあ、別に根本的な問題がありますからね。で、向こうはですね、安倍さんというのはもう圧倒的にこう右翼のですね、敵になったんですね。ノージャパンがノー安倍になってましたからね、2、3年前は。あれはびっくりしましたけど、安倍さんにノーって言ったところでどうすんなんて、よその国のトップをですね、ノーノーってあんたが言ったところで何の意味があるのと思いましたけど、やってましたね、真面目に。で、そこから菅さんに代わって、でから岸田に代わったわけですね。で、安倍さんが超右翼の保守派のゴリゴリというふうに捉えられてましたんで、それに比べたら岸田は宏池会の穏健派やんというふうになってましたし、妙な期待が盛り上がってるんですね。岸田になってる、本当に彼らは都合よく考えるということに関しては世界有数の民族じゃないかなという気がしますけどね。で、例えばですね、こんな記事が出てます。これは朝鮮オンラインですか。韓国大統領室、韓日首脳のトップダウン方式による関係改善を期待、なんていう記事が出てますね。中央日報、今のトップはユン大統領、韓日、歴史、未来、問題を一つのテーブルで解決しなければ左派のハンギョレですね。韓日首脳初対面、初対面したが、日本、韓国が解決策を提示すべきって、まあ、これなんか一番マシなタイトルだと思うんですけど、読んでいくんですけどね、圧倒的に欠けてる視点がね、そもそも何が問題なんやというところですね、お隣さんのメディアは全くこう書いていないんですね。
何が問題かっていうと、あんたらが、日本から言うとね、あんたらが条約違反してんじゃんと、あんたらが国際法無視してんじゃんということですね。徴用工問題は日韓請求権協定に違反した判決を出したというところが問題だって、まあ、日本からすると、あんたらが変な判決出して、ほんで国内で揉めてんやろうと、こっそりこっち持ってくんなよって言うからね、お前らで勝手に解決したらええやんというのが日本の立場なわけですね。慰安婦判決に至ってはですね、日本国に賠償を命じてるわけですね。そんなもん国際的にそんなことあらへんやんと、やれるもんならやってみんやということですね。そうしたら国として対応しますよということになるわけだ。それもあんたらの国内問題やんということですね。そういう自分たちが国際慣習に違反してる、歴とした条約に違反してるということを棚に上げてですね、トップダウンで解決しましょう、話し合いで解決しましょう、共に努力しましょうと言ってるわけですね。でこれらの記事どこを読んでもね、自分たちが違反したとは書いてないわけです。いや、あのね、私が今読んでる中央日報、朝鮮ライン、朝鮮日報ですね、ハンギョレっていうのは、向こうはある程度代表する、まあ、トップレベルのメディアなわけですね。そこの記事がですらですね、そういうことに触れていないということはですね、お隣さんの国民の端々までですね、これは単に日本がごねてるというふうにしかですね、映らないんちゃうかなということですね。そのいつも言うんですけど、メディアのレベルが、ね、低すぎるし、メディアの世論誘導というのがひどすぎますね。ちっとも客観的な報道はないわけですよ。全部自分たちの視点、自分たちの価値観に立って日本が悪いという前提に立った記事しか書けていないわけですね。これでは多分解決できないんですよ。いつも言うことですけど、ユンさん自体がね、個人がどう考えてるかどうかというよりも、向こうの世論がですね、日本に譲歩するというあれをオプションを何の用意していないわけですね。ほんで半歩用意するって、1ミリでも譲歩するというか、譲歩したような案を出す、つまり自分たちの中で解決しようというような案を出すということになると、もう世論は沸騰します。でユンさん個人がどうのこうのというよりも、私はね、これで多分ね、またね、ノーノージャパンを、ね、やってくれるんちゃうかなと思うんですよ。今案が出てます。なんか財団を作れって、昔のムンヒさんと同じやんと思うんですけど、河野太郎がそんなもん何べんも言うなって、もうあかんの決まってるやろって、向こうのですね、大使を怒鳴りつけたという案から、そんなに変わらない、ほとんど変わらない案が出てきて、でそれで行こうみたいになってるわけですね。ただそれをですね、正式に日本に提案しているわけではないんですね。これからこっちで持ってくるわけなんですけども、その前にまず向こうでですね、その原告団がですね、象徴しなきゃいけないわけですね。ところが あの人たちのね、合意形成っていうのはかなり難しいわけですね。慰安婦合意の時に、その向こうの慰安婦団体の当時代表だったユン・ヒさんというおばはんにですね、それを見せてたそうなんですね。これでいきますよって。でユン・ヒさんはそれに、まあ、ある程度同意めいたことを与えていたわけですね。ところが出てきたら世論が沸騰したわけ、なんたる屈辱的な案内やん。途端にユン・ヒさんはですね、敵方にもらったわけですね。私はそんな知らん、聞いてへんとかって、まあそういうことになるわけでしてですね、まず無理だと思います。向こうの中で完全なですね、そのこう平和な合意を形成してからという、そのこう合意を形成するということ自体がまず無理ですね。今出てるなんたらん財団基金案だとね。でそれ日本に持ってこられても、日本がそれでいいですよとかいう、なんていうかね、可否はどうあれできないと思うんですよ。日本がいいとか賛成するとか言えないと思うんですよ、日本の国家として。それはあんたらの国内問題でしょと。それいいとか悪いとかっていうのは、まあ、言うてみれば内政干渉ということになりますね。他人の国の政治に口出しをしてはいけないという国際間の常識があるわけなんですね。それに当たるわけなんですよ。あんたらの国の中で勝手に解決することやろうと、日本は同意も反対もしませんよと、とりあえず今の違法状態を解消してくださいと、多分日本はそう言うと思うんですよ、まあ、外交の基本にのっとっていけばね。でいいとか悪いとかっていう政府としての見解は出ないと思います。個人としての見解は出ると思いますけど、まあだから政府の偉い人はですね、誤解されないように何も言わないと思います。その外野席がうにゃうにゃ言うだけだと思うんですね。外野席がうにゃうにゃ言うことをですね、向こうのメディアはまた書き立てるんだと思うんですね。例えば歯とコップみたいなやつが何か言うたらですね、うわー日本のことしようやって書き立てるんでしょうね。わー、しかしだからこれね、解決できません。
もうね、なんていうのかね、まず向こうのメディアがその根本的に本質をえぐった報道をしていないっていうのが一番の原因で、それが原因で向こうの国民がこの問題の本質を理解できていない、だから あれですね、本質を理解した上での解決となると向こうの国民にはですね、譲歩したように見えると、それは受け入れられないということで、もう大問題にこれからなっていくんじゃないか、楽しみはほんまに私にとってはね、これはもうネタの宝庫ですからいや、まあ、頑張らなあかんわ、こんなもん、民族の威信をかけてというふうにですね、まあ、言っておきましょう。特に貼るページはございません。はい、皆さんどうもありがとうございました。